この動画は乙女あゆいに英訳されています。モダン転載は禁止です。氷よ、扉を覆い尽くせ。雷帝の槍起動。操縦者認証、全魔導回路および安全装置のロックを解除。照準サポートモードで起動します。照準をタイタンが出てくる場所に合わせて。みるみる氷が溶けていく。なんてパワーだ。待たせたね。時間を稼いでくれたおかげで槍の準備は完了したよ。今度こそお前の首をはねてやる。リドルさん、あと一息です。雷帝の槍のバッテリー残量が低下しています。残り 10% です。充電ステーションに設置してください。今度こそやりましたか。わからない。でもさすがに仕留めたと思いたいね。リドルさん、まさか今の戦いでどこかに深手を。大丈夫だ。でも魔力と体力の消耗が激しい。ブロッドもかなり溜まっている。マップによればあと数回下れば格納庫があります。そこで休憩を取りましょう。ああ、そこなら雷帝の槍も充電できるはずだ。行こう。雷帝の槍は充電ステーションに置いたよ。でもフル充電を待つ時間はなさそうだ。1時間ほどしたら出発しよう。念のためドアの前には氷でバリケードを作りました。これでしばらくは安心でしょう。もうここから一歩も動きたくない。僕もだよ。学園にいる人たちは僕らがこんなことになっているなんて考えもしないでしょうね。それどころか学園に戻って今日のことを報告しても誰にも信じてもらえそうにないよ。悪い夢でも見ていたんだろうって笑われそうだ。本当に部活の先輩があのジュピター財閥の関係者で嘆きの島の番人で、さらには世界をリセットしようとするだなんて現実味のなさすぎる話です。でもこれが現実なんですよね。イデア先輩たちにとってはこの悪い夢のような状況が現実で、学園生活の方が現実味のない夢みたいなものだったのかもしれないね。目を覚ませばすぐに忘れてしまうような。ええ、そして僕らの現実を取り戻すためには彼らの夢を壊すしか道はない。彼らと争うのは心が痛むかい。まさか。橋を渡るには通行料、夢を叶えるためには犠牲がつきものだ。それが美しい声なのか、金や時間なのか、それとも他人の夢なのかは時と場合によるでしょうが、僕には叶えたい夢がたくさんある。一つだって諦めるつもりはありません。学年主席、モストロラウンジ2号店、配送事業、テーブルウェア販売、ホテル経営、レジャー事業、それから。こら、アゼル、なんで僕に寄りかかって。おお、
寝てる。タコは警戒心が強くて繊細だから、こんなところでは眠れないんじゃなかったの？夢を叶えるには犠牲がつきものか。何事です？外から轟音が。まさかまたタイタンか。雷帝の槍の充電は現在充電は 30% 完了しています。まだ3分の1しかエネルギーが溜まっていない。それでも何もないよりはいいはずだ。持って行きましょう。わかった、行こう。